はい、酒好きのもっと苦手で飲酒動画です。今回は、これ生ビール。海の向こうのビアレシピの、芳醇カクツカシスのまろやかビール。ベルギースタイル。カシス果汁使用。アルコール度数 5.5%。天然水醸造。2018年新定義ビール。ベルギーで飲まれているビールスタイルをヒントにしました。濃縮果汁 3% 使用。原材料が麦芽とホップとカシス。うん。うわ。色が。ほとんどチューハイの色だな、これ。でも、これでも生ビールっていうんだからね。発泡酒とかになりそうなもんだけど。定義としてね。それでは皆さん、乾杯。あ、全然甘くないですね。うん。カシスの味が、するんですけど、まあ、ぶっちゃけた話、鼻つまんで飲むと、ほとんど生ビールと変わんないです。うん。ちょっと苦い。うん。ちょっと苦めなね、ビールなんだけど、香りが、まあ、カシス。まあ、味もちょっとカシス入ってんだけど。うん。甘いんかなーと思ったけど、全然甘くなかったですね。ビアレシピ。ちょっと苦めな感じでしょうか。あ、もういい？今売ってないんだ。あ、これあれですね。だいぶ前の商品かな。今はもう、売ってるのがこのビアレシピシリーズは、柑橘の香りの爽やかビールっていう、まあ、コロナビールみたいな感じですかね。これ前飲んだ気がするんだけど。うん。忘れてた。じゃん、今日の、つまみはこれ、片揚げポテトなんですけど、ずっと買ってるの忘れてて、賞味期限が7月の17日なんで、10日以上過ぎているという。しっかり忘れてた。食べよ。やっぱね、あれっすね。片揚げポテトって結構、好きな人いると思うんですけど、やっぱりね、片揚げポテトはね、塩。塩味が一番、美味しいかな。うん。あ、美味しい。あ、これ美味しいわ。賞味期限切れてるけど、美味しいな。あ、美味しい。うん。なんか、あれだよね。じゃがいもの本来の旨味みたいな。ありますね。
ああ、美味しい。あ、美味しいな。あ、おい、飲んでねえじゃん。ビアレシピシリーズ、俺飲んでないな。いや、前飲んだのが、オレンジピールってやつですね。今売ってんのじゃないですね。柑橘の香りの爽やかビール。これ今度買ってみよう。まあ、買ってないわ。なんか似たようなやつだから、買ってたと、飲んでたと思ったら飲んでなかった。これは、前飲んだオレンジピールのビアレシピのやつに比べると、うん、まあ美味しいかなって、うん、感じは僕はしますけどね。しっかり生ビールの苦さと美味しさ、うまみみたいなのもしっかりするんで。まあ、ただ、それだったら別に、カシスいらねえんじゃねっていう。うん。わざわざ生ビールにカシス加えて、で、まあ、カシスの良さが出てるかっていうと別に出てねえんですよね。だから、難しいですけど、なんかあんまり、まあ、パッとしないっていうか、あ、うめえな、やっぱ。塩味美味しいっす。片揚げポテト大好きなんだけど。うまい。まあ、なんかパッとしねえんだよな。こう、どっちかにしてくれみたいな。ね。カシスなのか、ビールなのか、ちょっとはっきりさせてもらいたいっていう。まあ、なんかそんな感じもありますけどね、僕は。なんか、中途半端な、感覚？まあ、コクはあるんだけど、まあ、コクはあるんですけどね。まあ、でも、あれですよね。方向性は間違ってないですよね。まあ、なんかビールとこうなんか、混ぜて。で、まあ、ほんのり、ね。なんか、香る。いや、ビールなんだけど、実はカシス入ってるんですよ、とか。まあ、そういう微妙な、割合。
こういう方向性間違ってないんですよね。うん、確かに。うん。果汁 3% だから、果汁 3% っていうこの微妙な値をついてきている。実に面白い。うん。まあ、これをちょっと、こう、カシスじゃなくて、なんかこう、まあ、ライムだったりとか、とか、うん、まあ、まあ、そうですね。カシスっていうのはちょっと、なんか、別にビールに合わせる必要もないような、ね。なんていうか、なんか微妙なんですよ。カシスっていう果実、果汁っていうか、果物。やっぱり、はい。ちょっと止まりました。またこのね、ウェブカメラの調子が良くなくて。まあ、何が言いたいかというと、方向性は間違ってないんですよね。まあ、個人的にはやっぱライムとか、まあ、ビールに、コロナビールってライム入れて飲むじゃないですか。まあ、だから、ライムだったら割と美味しいんじゃないかなと思います。うん。まあ、それが事実もう発売されてますからね。俺飲んでないだけでもう発売されてるんですけど。うん。まあ、僕が飲んでないだけで。やっぱカシスっていうのがビールに合うかどうかっていうことですよね。うん。まあ非常に面白い。うん。だから、もう果汁を入れすぎてないんですよ。これを入れすぎると、ビール、生ビールじゃなくて、もう発泡酒になっちゃうんですよね。この発泡酒になるギリギリあたりを攻めてるんですよ。うん。だから、果汁果汁をね、入れすぎると、カテゴライズとして、生ビールじゃなくて、発泡酒になっちゃうんですよね。まあ、そのギリギリぐらいのライン。を、まあ、攻めていますって感じですね。うん。いや、それ自体は悪くないですよね。確かに。あんまり入れすぎても、生ビールってやっぱ、そんな入れすぎたら甘いのとかさ、なんか入れすぎたらあんま美味しくないですよ。美味しくねえんすよ。だからこれぐらいの、もうビールの、うまさが、残ってるぐらいがちょうどいい。うん。ただ一ついけなかったのは、カシスはビールに合わないっていうことですね。うん、簡単に端的に言うと、まあそういうことになります。別に、ビールに合わせる必要ないんじゃね？わざわざビールに合わせる、ね、果物じゃないっていうことですね。4243です。ご視聴ありがとうございました。